マグロにしよう。名前が重複しています。変換してください。え？マグロおる？マグロいるの？これにしよう。あなたの役職は占い師。ね。姉さん、接続切れてるっす。この人話をするのがうまいとか言ってる。いや、話、4番。のプレイヤーが発言します。画面覚え。ちょ、待って。これ、俺が聞こえないだけ？ちょっと待ってくれ。誰も喋ってないんだけど。ボディーランゲージのゲームなのこれ。どういうことなの？いや、そんな緊迫した BGM 出されても。はい？どういうこと？ちょっと待って、後ろでゲームが開かれてる。ちょっと待って、後ろでゲームが開かれてるからじゃないのこれ。これ、待って、俺の問題じゃないの？後ろでゲームが開かれちゃってる。ちょ、待ってくれ。だから聞こえないんだ。ちょっと待って、俺の手前。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。ゲーム音が聞こえねえ。おい、マウスがいなくなった。マウスがいないって。いないと思いますよ。しましょう。あ、痛い。あ、OK。おわっなんだよこれ。ちょっとニョと絡みて、ちょっとニョに会いに行こう。ニョに会いに行くわ。雰囲気分かった。165おしゃべろ。お願いします。はい、よろしくお願いします。56しゃべろ。56しゃべろ。しゃべったやん。よろしくお願いします。そのどれがどれなんか分からへんねん。あ、俺5っす。6が山ちゃん。山ちゃんが今しゃべってた。山ちゃんちゃう。6番まやちゃん。俺、諸突猛進食べてないよ。お願いします。よし、やりましょうよ。諸突猛進ってさ。だからローションやってないですか？くちゅくちゅ。すごいローション回してろうとするんですけど。誰かローション回してませんかこれ。くちゅくちゅ。誰？はい、とりあえずみんな1、5、しゃべれ。俺聞こえないですか？聞こえるよ。あ、聞こえますか。全部 OK。1番さんは？聞こえます。1番さん。聞こえてますよね、絶対。あ、聞こえてたわ。わっしょいって、名前変えたら、もっと面白い名前あるで。もういいから早くやりましょうよ。とりあえず準備して。あ、俺でした。ごめん。わっしょい。すごい。じゃあ、キッズ来たな。髪切るの好き？嫌い。行こう。はい、テンプレルールでわからない人いたら準備完了消してください。いるわけねえだろ、行くぞ。ちょっと男しかいないからやめるわ。13番、点呼お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、3番さん。蹴りますよ。3番しゃべれってお前しょうもないぞやってること。3番すごいキツキツしてる。あ、分からない人います？こんなキツキツしてんの？ここんなギスギスしてんの？こんなピリつくの？こんなにピリついてんの？人狼マジでギスギスしすぎじゃない？やばっ、マジ地獄なんだが。いや、ちょっとニョに合うまでいく。いや、野良で人狼やりにくいのきさんすごいよ。あ、こんにちは。あれ、聞こえますか？あ、こんにちは。あ、こんにちは。あれ、おい、こと。ん？おい、久しぶりだな。え、誰が喋る？よろしくお願いします。おっす。どういう世界？どういう世界？おい、ことは。久しぶりやなと。夜が更けました。僕は、ただのブランド。小学生やないかーいって、お前。小学生じゃん。外行こう。セミ捕まえよう。5番のプレイヤーが発言します。プレイヤーが発言します。はい、6番、占い師でした。ランダムで3番選手のね、三四郎ですということで、まあ、5番さん、接続芸、これを狼任せてられたところにビビってこれ消えたのかなって形なんですけど、でも、もし狼だったら出てくるだろう、このメンツだったらって思うけど、ね、すごいな、そう思えば2番さん、関西のチンピラみたいな声出すじゃん。うん、それ3番さんは、まあ、そのままじゃ。敵屋の親父缶詰くん。今んとこは分からない。人間缶詰なの？そのぐらいしか言えないけどね。3番さん白ですよ。ちょっと今おかしい流れでそこが黒要素に取られたら痛いんですけど、たまたま間違えただけです。そのぐらいかな。以上です。まあ4番の人もね、キッズって感じですごいいいんですけど、ちょっとまあ6番さんはちょっと敵屋のチンピラっぽいんで、ちょっとなんか怖いなと思ってるんですよね。2週目なんですけど、窓5番さん。5番さん、占い代行いない。あ、6番さん、占い師代行いないですか？いないですね。で、プレッシャー与えるねーとか言って。まあ、そのぐらいかな。でも何を。はい、終わり。まあ、言うことないんで終わります。はい、6番ですということで、まあ、これ5番さんローだと思うけどね、もし5番さんローだったら結構ローの陣営かわいそうだったなって俺聞いてた、今までね。5番さんもこれ、接続だったらもうロー勝てないじゃん、これ。結局1と4のどちらかに人殺してきたんか、さっき人殺してきたんか、本当に配送にしたったらよかったのに、さっき殺してきただろう。